はい、こんにちは、カズボです。怪異症候群3、続きやっていきたいと思います。今ね、第3章のカンカンダラっていうのをやってるんですけど、前回ね、どういうことが起こって、そういうカンカンダラっていうのができたとか、全貌というかね、明らかになったような感じですね。ということで、今ちょっと囲まれてるみたいなんで、幽霊なんか、何なのか。2発かかんのか。あ、食らったの今。2発かかんない。なんかじいさん出てきた。え、なんだあれ。侵入される前に倒す。いやー、怖いよ。マジか。どこ行った？セーバーできんのか。いやー、どこだ？お。あ、だよね。うわー、嫌な時間。4。舞子っていうんだ、妹。ねえ、お兄ちゃん。またお化けか？うん。こっちへおいで。なんで私だけ見えるの？怖いよ、お兄ちゃん。兄ちゃんが守ってるからな。本当に？あ、お前を怖がらせるようなお化け、悪いお化けは？俺が全部やっつけてやる。これは？お兄ちゃん。助けて、お兄ちゃん。何続いてんだよ。ねえ、起きてる？もう寝たの？勘弁してくれ。あのね、お兄ちゃん。もう大丈夫だから。私、怖くないから。おやすみ。嫌だ。やめてくれ。なんか悪夢みたいな感じか。マイコ、起きてるか？昨日は悪かったよ。疲れててな。
マイ。嘘だろ。なあ。まあ、原因不明の高熱ですって。かわいそうに。まだ若いのにね。もともと体が弱い子だったのよ。それなのにね。妹の面倒も見れないのかしら。冷たいわよね、ほんと。もう何もかも遅いわよ。あの子は帰ってこない。誹謗中傷揶揄だね。こういう奴らひどいよね、ほんとにね。あの時、俺がそばにいてやれば。俺は、あいつを、分かってやれなかった。俺が、悪いんだよ。小暮くん？なんだ？金森ひな子。巫女の形。目が覚めた？久しぶりだね。数時間近く眠ってたよ。大丈夫？あんた、金森さんか？ぐっ。感謝してよね。あのまま放っておいたら小暮くん確実に死んでたよ。邪気の残り顔を追ってみたら何か知らないけど君がいるし、放っておくこともできないし、もうどうしろし。あのガキは、梶野春子はどこにいる？寝てる場合じゃない。あいつを探しに行かないと。やっぱり生きてるんだね、あの子。それを聞いて安心した。あなたが保護してくれたんだ。そういう流れでな。思い出した。女の化け物に襲われて連れ去られたんだ。え？おそらく今回の会議の元凶だ。不意をつかれて俺もやられた。待って。手当てしてあげる。その後は好きにしなさい。え、あれってさ、普通にゲームオーバーになったかと思ったらなんか逃げれんのかな、みたいなね。カンカンダラ。そう。この村を滑る怪。それは巫女の怨念と大蛇が融合した限りなく邪神に近い存在。したことか。相手が何だろうが関係ない。加賀さんから聞いてよ。妹さんのこと。私は、あなたに同情しない。あなたはそれだけのことをした。別に許されようなんざ思ってない。かっこつけるな、ガキのくせに。あ？あなたはね、自分の運命を呪ってるだけ。自暴自棄になって投げやりになってるだけ。どう、図星でしょ？あれ？噛みついてこないの？小平くん、なんか性格変わった？し。身の程ってやつを知ってね。あまりに情けなくて前のように生きるのもアホらしい。そう。私にはやべえことがある。カンカンダラの邪気の流出、それを食い止めなければいけない。あなたにお願いがあるの。特務課の応援が来るまでに梶野春子を発見、保護してほしい。だからそう言ってるだろ。あんたも素直じゃないっすね。小暮くん、過去に縛られても何もならない。今を生きて、今を見なければ未来を失う。そうかい。深みのある言葉だよね。金森さん、あんたのそういうところ昔から大嫌いでしたよ。だ、要はね、過去は変えられないけど未来って変えれるんだよね。だ、ずっと縛られてると、その未来までも、その過去と過去に連動しちゃうという面かな。
変えられないものと変えられるものと言えばいいかね。本当は分かってたんだ。おう。だからこう妹がこう亡くしてしまった過去は変えられないけど、これからは変えれるって言うんだけどね。なんかそこも吹っ切れるのもまた難しい話なんですよね。すげえな。全部言い訳だったんだ。やつら潰す理由なんて。これいけんだ。すげえね、本当に。怒りをぶつけるしかなかったんだ。自分を納得させるしかなかった。成長してる感じだよ。闇の世界に触れるうちに俺にも妹が見ていたものが見えるようになった。あいつはこんなにも恐ろしい世界にいたのか。俺はやるせなかったんだ。でその怪異に飲まれちゃったって話だよね。かわいそうだよね。どうやら戻ってこれたようだな。動かせるのか。でもお兄ちゃんって、私にとってお兄ちゃんってそんなんじゃなくて。うるせえ。わかるもん。私にもいたもん、お兄ちゃん。うるせえよ。俺はなんでこんなところにいるんだ。怪異を滅するために村に来て、なんで俺は今あんなガキを。違う、そうじゃない。あいつが怖がってるんだ。だから全部やっつけないと。手をぶっ倒しといて肩気になってんじゃねえぞ、青二歳。一日だけ時間をやる。それまでに自分が何をするべきか考えろ。目覚めたか、バカ野郎。あったな、こんなの。そういえば。もうこれ以上、みんなを悲しませないで。うわ、うるせえよ。いや、これ人間だから感情あるんだからね。うわぁ、ここを助けて。生きてたか。絶対なんかいいんじゃん、あれ。セーブ推奨。これなんだ。待ってろ、すぐに降ろす。気をつけて、近くに大きいお化けがいる。出やがったか。わあ、助けてお兄ちゃん。こらあ。え、あれ取っちゃったけどいいのかな。ゴー。なんだなんだ。あ、当たってんのか、あれ。
棒で殴った方がいいのかな。ほら、あれは銃か。うわっ、そう、でも順番的にこれ当たってんな、銃でも当たってんなくて。おーおーおお、へっへっへっへ、あ、ダメだ、あ、危ない危ない、なんだ、安全地帯見つけたと思った。うわ、ちょっと待ってや、あ、違う、いった、なんだ、ぼさっとすんな、早く走れ。あ、あ、そん、あ、回復した。ラーバウィー、そうか、こいつどうだったのか、見えたぞ、お前の正体。何何、大蛇が巫女を食らったんじゃない、巫女が大蛇を取り込んだんだ。そしてお前の下半身は封印の形をしている6本の棒の殺された村人たちの腕。そう、化け物が、どう、あれ、あれをどうにかするのか。殴ったね、今。あ、銃の方がいいのか。炎みたいなのがドッポーンってくるから、倒した？今やられたかと思った。え、初見クリアか。終わりだ。手間取らせやがって。え、大丈夫？余裕だろ、こんなもん。マジか。なんて顔してんすか。誰か呼んでくるから。マイコ、俺は。夢でも見てるんかな。
え、マジで。その後、カンカンダラの消滅で村に蔓延する霧は瞬く間に消え、その様子を受けた村人一行は行方不明の梶呂春子の捜索に踏み込んだ。行方不明。10時10分。梶呂春子、家族と再会を果たす。これだけの怪異事件であるにもかかわらず、死者が一人も出なかったのは、彼の活躍に他ならない。この事件にはまだ謎が残る。巫女を裏切ってまで大蛇の生贄に捧げた一族の本当の理由、それは人の断りを知らない邪神に術に長けた巫女を混ぜることで一族の封印が通る存在にするためだったのではないだろうか。しかし力が強かったのは巫女の方だ。最終的に一族は巫女の恨みを買ってしまい、呪いが降りかかってしまった。そしてあの女、青い感情、そう呼ばれていたあの女こそ巫女の一族の末裔なのではないだろうか。相談役の裏方としてこの現代においてもカンカンダラの封印を管理してたのではないだろうか。よくわかりました。まあ実物を見た小暮くんの方が案外真実を掴んでるのかもね。ひな、あいつは。わかんない。ただ彼は少し変わってた。正直、犯罪者の小暮くんは許せませんが、彼の功績は素直に認めてあげましょう。今も生きてるといいですね。中川さん、何かあったの？別の難件を抱えてます。一体どうした？始まりますよ。最後の戦いが。お、最後。もうなんかあるよな。これで終わりじゃないよな。マジか。第3章。エンド。あー、カンカンダラね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、またこの続きやってきてますのでね。第4章だね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。いい加減にしてください、ね、なんでそんなに冷たいんですか？どうしてユカを追い詰めるんですか？今この子がどんな気持ちでいるのか氷室さんなら分かってるでしょ。見事。しかしもういいです。人の気持ちが分からない人嫌いです。